はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に盛りやっていきましょうということで、 4.5 周年ハーフアニバーサリーのアップデ考察の続きですね。ガチャ考察していきたいと思います。いや、久しぶりの登場ですね。3人衆オランダトリオが来ております。見ていきましょう。はい、ということでこちらですね、 4.5 ハーフアニバーサリーガチャということで、まず常設確率なんですが、こちら 6% という鬼のガチャになっております。いや、しかもですよ、 6% で今回なんと9名です。1体につき、見ていきますか。はい、1体につきなんと 0.666% ということで、100連やっても1体も出ない確率がこんなに高いガチャというところで、恐ろしいガチャになっております。まあ常設が 6% ということで、かなり厳しい中で、なんとこれだけの人数が出てきているということで、結構苦しいガチャになるんじゃないかなというふうに予想されます。はい、で、こちらですね、一応ステップに関して言うと、かなりいい内容ですね。アニバーサリーらしい内容にはなっております。まあ、ステップ1が星5確定、特別獲得額が 10% ですね。確定じゃないです。で、ステップ3で 30%、 ステップ5で 50%、 2分1ですね。2人に1人はここで取れると。で、 6% のガチャの2分1、これはですね、もう本当普通のガチャの 50% とはわけが違います。これ取れるかどうか、かなり大きいですね。で、ステップ6、ステップ7、この 60% ですね。これもすごく大きいです。50% 外して 60% も外したら、もうこれ本当に辛いですね。で、ステップ9、70%、ここは大抵の方は当たるんですが、70% 外した時の方が 50% 外した時よりやっぱり辛いですよね。はい、というところです。で、ステップ10で確定ですね。さらにこれが嬉しいですね、無制限の限界突破アイテムです。まあ実質好きな選手が1体当たったのと同じような効果が得られますね。誰でも何突目でもできるというアイテムが1枚もらえるというところですね。で、さらに100人目300人目で好きな星51枚確定チケットがもらえます。ありがとうございますというところです。なので、まあハーフアニバーサリーですね。まあアニバーサリー系は毎度言いますが、まあこういうチケットもありますし、とりあえず100連回せるかどうかというところが勝負になってくるかなというふうに思います。100連回せないのであれば、むやみやたらにやることはおすすめしません。30連40連程度であれば、星50体なんて余裕でありますし、出ても1体2体ですね。しかも9体いますから、お目当ての選手が当たる確率はかなり低いというところをですね。なので、まあむやみやたらに引くのではなくて、100連引けるかどうかというところで考えた方がいいのかなというふうに思います。100連さえ引けてしまえば、無制限の限界突破1個と、チケット交換チケット1枚出てくるので、必ずですね、自分の欲しい選手必ずゲットすることができます。なので、まあ100連ここはやっぱり目安でやっていった方がいいかなというふうに思います。はい、ではまず選手見ていきましょうか。はい、まずはイブラヒモビッチからいきましょう。はい、ズラタンイブラヒモビッチ再登場ということで、ゴッドリーズラタンですね。イブラヒモビッチ、まあ大好きな人多いんじゃないでしょうか。まあ僕も比較的好きな選手ですね。で、オフェンスキーマン新圧の支配者ということで、まあいいんじゃないですかね。やっぱイブラヒモビッチらしいというかね。はい、新圧の支配者のオフェンスキーマンで、カウンター選手の、センターフォワード、右左のウィングに配置した、まあ、要はフォワードの選手のシュート特大アップでかい、さらには精神力ショーアップ、シュートスキル発動率大アップということで、まあ、かなり強力なオフェンスキーマン来てます。現在来ているオフェンスキーマンの中でも、まあ、僕の中で一番強いんじゃないかなというふうに思います。まあ、シュートバフ監督がほとんどになってきている中での、シュート特大アップね。おそらくこのフォワードの数値で一番高いところってシュートっていうところが多いと思うので、まあ、その一番尖ったところが特大アップということで、かかってくるバフの数値も大きくなるでしょうし、あと精神力のショーアップも大きいですね。運営さんの方でも、ね、公式配信の方でも言っていたように、シュートには精神力っていうところが決定力には重要ですよというところでしたので、やはりこの2つが同時で上がってくるっていうのもかなり重要かなというふうに思います。
でまた、まあ、あのスキルとかと違ってね、一定時間とかそういうことじゃなくてオフェンスキーマーなんで、もう設定した瞬間に、試合通してずっと特大アップし続けてるって考えたらですよ、発動し、そのシュートスキルが発動し続けてるような状態になりますので、これかなり強力なオフェンスキーマンかなというふうに僕は思ってます。はい、でエリアの覇王ということでオフェンス能力ですね、パスカット、ドリブル、シュート、トラップ、パワー、ダイアップ、5項目がダイアップということで、まあかなり強いですね。やっぱり、ね、このエリアの覇王ね、今までたくさん出てますけど、これ持ってて弱かった選手っていないですよね。はい、でハイクリエイターということでシュート、トラップ、なんと特大アップしますので、まあズラタンは自身でですよ、シュート特大アップに、シュートダイアップにシュート特大アップがかけられるということで、もうかなり化け物化してますね。でフィニッシュマスターでシュートトラップスキル発動率特大アップ、いやーもうこれでもかっていうぐらい特徴もりもりですね。でマイティシュートですね、スキルマイティシュート、自身と味方フォワード選手全員のスタミナ小回復し、相手ゴールキーパーのスタミナ大ダウン、シュート特大アップということで、一定時間という枕はありませんが、これですね、自身と自分と、味方のフォワード全員のスタミナ小回復で、さらにゴールキーパー大ダウンするんでかなり強いと思います。さらにこれ複合系シュートです、空中戦でも発動することを確認しておりますので、これ結構えぐいですね。うん、空中戦でも発動するというところなので、まあそれだけでも価値はあるんですけど、まあデバフと、自身にかける、ヒーリングもあって、チームにかけるヒーリングもあってって考えると、まあ、かなり強いシュートかなというふうに思います。まあズラタンらしいですよね、やっぱり、空中戦のやっぱりイブラヒモビッチらしいマイティシュート、空中戦でも複合で発動する、まあこれすご素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。でランク A のバーベラストラップですね、相手ディフェンダー選手全員のスタミナショーダウン、一定時間トラップキープダイアップし、これ一定時間がついてるんで強いですね。相手ディフェンダー選手全員のタックルショーダウンというところで、かなり強い、ランク A なんですけど強いトラップがついているというところで、ズラタンこれは強いでしょう。どう考えても S シュートシュートシュートトラップトラップドリブル精神力精神力というところで、うん、まあパッと、まあ、カウンターなんで今使っててかなり気に入ってるブラホビッチ、あそこにとって変わってくるような感じかなっていう風に個人的には思いますが、ブラホビッチはすごく強いんですよ。で作る前から僕はブラホは強いなと思ってましたけど、やっぱり初期スキルがブラホはキャノンヘッドなんで、ヘディングが初期スキルっていうのは微妙なんじゃないかって結構言われてましたが、まあ、そんなの凌駕するぐらいブラホは活躍するんですよね。でそのブラホに取って変わってよりバフが強くなり、さらには、ファーストスキルがマイティシュート、空中戦も、複合する、シュートスキルということを考えると、これは強いに決まってます。はい、うん、強いに決まってますね。これはなんでこれはかなり強いかなというふうに思います。はい、ただ、まあ、一つ言うとするならば、今回このイブラヒモビッチは指定ポジションではありません。フィニッシャー系統ということで指定されているのはストライカーと、ムービングフォワードですね。今回の新しいさっき監督ではその2つが、指定になっているので、もう1個の枠は指定じゃありません。さらにはオフェンスバリエーションがあるので、まあ 2OMF それからセンターフォワードと、まあ、どこでも置けるんですけど、このカウンター、やっぱさっきも言ったブラホビッチはじめとして、まあ、デルピエロだったりとかレコバだったりとか、あとは、ルイコスタだったりとか、かなりのタレントがいるんですよね。なんで、確かにイブラヒモビッチ強いですけど、ルイコスタとかいるんだったらルイコスタのオフェンスキーマンもありますし、まあ、無理くり作っていく必要はないのかなというふうに思ってはいます。はい、まあちょっとねカウンターのねこの位置オフェンスバリエーションも入れるとタレントが多すぎるんで、まあ、そこと比較したらちょっと頭抜き出てるっていうわけではないかなと。やっぱレコバ、ルイコスタ、デルピエロ、あの辺もブラホビッチ、あの辺もかなり強いんで、まあ、並ぶ匹敵するぐらいの選手かなっていうふうに思うので、まあ、そのあたりの選手を持ってるオーナーさんはわざわざ作っていく必要はないのかなと。まあこれに偏って出たら作るかなっていうぐらいでいいのかなと僕は思いますね。あとはこのマイティシュートを、まあ、複合系のシュートですしかなり強いので、まあ配っていくっていうのもありかなとは思います。はい、続いてファンバステン。
はい、マルコ・ファンバステン、ファンバステン選手ストライカー系統で来ております。なんとなんと14,060というステータス、ぶっ飛んでます。なぜかというと、はい、この通り S をなんと4つも持っております。 S シュート、 S シュート、 A 精神力、 B 精神力、おそらく坂つく史上最強の決定力なんじゃないかというのがこの辺でわかりますね。さらには S ドリブルに A ドリブルでドリブルもできると、でトラップも SB ということで、まあほぼ全ての必要なオフェンスの能力が、一番高いところで持ててるかなと。精神力ぶっ飛んでるな。うん、これだけのステータスでディフェンスはしっかり削って、でフィジカルがまあそこまでぶっ飛んでないのか、どうだろう。まあでも強いでしょう、普通に考えて。でエリアのレイオーですね、オフェンス能力とトラップとスピードダイアップか、強いねこれ、強いねこれ。自身の高いところだけ上げていく感じで、曲芸師でパスドリブル特大アップ、パスも高いのか、パスも基礎値で1900近いんだ。でブレイクスルー、シュート、トラップ、スピードダイアップ、勝者の嗅覚か、まあ、シュートスキル特大アップですね。うーん、レジアンスシュート、ゴールキーパーのスタミナ大ダウン、相手フォワード、味方フォワード選手全員のスタミナ小回復、自身のシュート超特大アップということで、まあ、レジアンスシュート、ペレが持ってたシュートですけど、かなり強いですこれ。でかなり強くて、僕も結構多くの選手に移植させて使ってます、レジアンスシュートは。やはりシュートスキル S ランクだと特大アップまでで、ごとつした時が超特大アップっていうものなんですが、基本はレジアスだけは、最初から超特大ということで、かなり強力なスキルで、これ初期持ちの選手でいうと、ごとつした時は極大アップになるので、はい、シュート極大アップ、これがねやっぱり果てしなく上がる。でただでさえマルコ・ファンバステンすんごいシュート数値持ってるんで、まあ強いでしょうね、普通にこれ止められないんじゃないかな。あとはマルコ・ファンバステンが活躍すればするほども、ゴールキーパーどんどんスタミナ大ダウンされるんで、結構厄介な選手になるんじゃなかろうかと思います。で系統久しぶりのストライカーですけど、僕結構ストライカー好きなんですよ。ライテルとか、あとオランダ人の誰だっけ、トロフィー交換選手、トロフィー交換選手って結構ストライカー多いんですけど、ライテルも動き好きですし、なんでまあ僕個人的にはストライカー系統は結構いいんじゃないかなと。もうシンプルに得点に、を取っていくっていう、そのシュート意識が僕は一番高いんじゃないかなというふうに思うので、まあフィニッシャーも高いですけどね、フィニッシャーも高いですけど、ストライカーの方がどちらかというとボールをその運んでいって無理やりシュートシーンを作っていくとか、フィニッシャーはひょこひょこ出てくるイメージかな。ストライカーはなんか結構最終ライン手前からボール持ってドリブルどんどん仕掛けていって独走していくようなイメージが僕の中ではあるんで、まあこれぐらいのね総合値があれば、マルコ・ファンバステンすごい強いんじゃないかなと。まあ当たり前ですね、こんなの別に言うことなしって感じかな。逆に微妙な点ないかな、ないか、うん、まあ、弱いわけがないですよねこれは。あとは初の SSAB のステの選手なんで、これからまあ出てくるんだとは思うんですけど、うん、まあそうですね、アニバーサリーごとにこういう風にステのインフレってのは行われて今までも来ましたので、まあ、SSAB っていうのが今後出てくるんでしょう。って考えたらプラチナトロフィーで交換する新選手もこんな感じで SSAB なのかな、もしくはもうトロフィーゴールドトロフィーで交換できる、トロフィー交換選手ももう今回から SSAB とかになる可能性もありますよね。過去もそうでしたからね、過去も S ステが出たタイミングでゴールドトロフィーの交換選手も S ステに変わっていきましたし、 SSAB っていう風に変わってくるかもしれませんね、ゴールドトロフィーの交換選手も。もしくはそれがプラチナになるのか、まあどうなんだろう。でもそれがプラチナになっても結局だったらね、そのガチャさんと一緒だしってなっちゃうんで、もうちょっと色変えてくるのかな。はい、ということで、まあ、初の SS 実装なんで、まあ、十分強いでしょう。ただ何でしょうか、まあ、ズバ抜けってちょっとびっくりっていうほどではないのかな。
まんべんなさすぎるのかな、シュート、ドリブル、パス、トラップ、精神力っていうところに。例えばこれがパスがね、500とか800で、その分が全部またドリブルとかシュートに振られてれば、うわやばってなるのかもしれませんが、これぐらいのドリブル数値、シュート数値であれば、まあいましたからね、ここ最近でも。まあ、とあとはそこにね、この精神力とトラップが加わったら、またちょっと話は別なのかな。とにかく決定力がすごそう。これは使ってみたらちょっと笑っちゃうぐらい点取っちゃう可能性はありますよね。はい、ということで、まあでも間違いなく史上最強、坂つく史上最強のセンターフォワードって言って間違いないかなと思います。もうね、 SSAB の時点でそれは間違いないでしょう。さあ続いてフリット、ルートフリットいきましょう。ルートフリットはレーン特徴ですね。まあレーン特徴といえばルートフリット、ルートフリットはあれはAC ミラーの時だったかな、ルートフリットのレーン特徴出てましたけど、あそこからレーン特徴が始まっていったっていう感じでしたよね、確か。なんでまあ運営さん、まあそういったこともあって、ルートフリットにまたもやレーン特徴をつけてきて、さらには、レーン特徴が今回大きく変わりました。自身にかけるバフプラスなんとデバフがついてるってことで、これはかなり強力です。センターフォワード、 OMF、DMF、センターバックに置かれている、まあ、センターの、選手ですね、のカウンターが得意戦術の選手のドリブルスピードダイアップ、これ嬉しいですね。センターフォワード、 OMF においてはドリブルスピードダイアップはかなり大きいで、 DMF、センターバックにおいてはまあスピードダイアップは結構大きいかなというふうに思います。で、相手のディフェンスミッドフィルダー、要はボランチ、左サイドバック、なんで左だけ限定なのか分かりませんけど、左サイドバックに配置されている選手のマーク代弾、これもでかいですね。でこれは一定時間とかじゃなく、要はもうずっとなんで、試合が始まった瞬間からなんで、どちらかというとなんかもう監督がかけるデバフに近いような、これはかなり強いですね。常にマーク代弾してるっていうのは、特にボランチっていうのはすごい強い。このレーン特徴は強力ですね。うん、唯一1箇所の1ステータスをダイダウンできますよ、どれにしますかって言われたら、僕ボランチのマークを下げると思うので、もうだからドンピシャですね。完璧なデバフが来たかなっていうふうに思います。なんでこのレーン特徴、新しいやつ、これめちゃくちゃ強いと思います。はい。でエリアの覇王覇者ですね、オフェンス能力全部、パワースピードダイアップ、これも5項目上がる、ハイスピードアローでシュートドリブル、スピードダイアップ、えぐいな。でマシンガンラッシュ、ここはさっきの、ファンバステンよりも上ですね。シュートドリブル両方が特ダイアップするということです。でプレシャスシュート、これはちょっと微妙かな。味方ミッドフィルダー選手全員のスタミナ小回復に自身のシュート特ダイアップ、相手ミッドフィルダー選手全員のスタミナ小ダウンで、これ複合スキルではありませんので、普通のシュートレンジでのシュートのみとなっております。でトボンドリブルランク A、 これは強いですね。一定時間ドリブルダイアップ、相手ディフェンダー選手全員のタックルパスカットダイダウンで、さらにはディフェンダーのスタミナ極小ダウン、まあここはねそんなに空気、まあ、あんまりこう空気感かなと思いますが、まあトボン A はこれ S ランクに匹敵しますよね。めちゃくちゃ強いです。はい。プレシャスごとつすると、まあだいたい全部変わらず、シュートだけ超特大アップに変わってるっていうところですね。まあさっきのレジアスシュートはこんな感じで、ごとつの時の超特大アップが最初からだから強いっていうことですね。で能力アップ、フリットは S は2個じゃないですねまあ普通の S 捨ての選手と一緒、 SABB っていう感じになってます。はい。強いね、これも。ドリブルとシュート、スピード、精神力、シュートが、4000、違うな、3、4、5000オーバーで、ドリブルも同じぐらいか。あ、パスもこれだけあるんだ、すごいな。オフェンス能力に振りまくってますねこれ。なるほどね。でスピードがすごい高いと。強いですね。精神力も高いし決定力もありそうです。はい。これも強いだろうな。まあただちょっと見慣れてきてしまってる感はありますかね。まあでも強いわな。まあどうしてもちょっとね、
カウンターのセンターフォワードってこれぐらいのレベルの選手、ステータスで言ったらいくらでもいるんで、レコバ、さっきも言いましたけど、デルピエロ、ルイコスタ、ね、なんで、まあ捨て的にはそこまでびっくりすることはないかな。まあとにかく強いのはこれかな、やっぱ。まあ終始ですからね、レーンに設定してる間、これは強いでしょ、普通に考えて。特に一番相手の厄介なボランチのマークってところが下がるんで、これは多分想像以上の効果を持つんじゃないかなというふうに思います。はい、これは結構マストじゃないかな。これしかもでもチーム戦術がカウンターの時か、ですよね。要はその自身のフォワードとか 中央の OMF とかにバフかけるときはその選手もカウンターじゃなきゃダメだけど、相手にかけるデバフは関係ないかと思いましたけど、まあでもチーム戦術カウンターの時なんで、やっぱカウンターの時しか使えないのか。でもこの選手は結構マストになってくる気がしますね。この辺のバフデバフっていうのは全部総合値と関係ないところで行われてるんで、やっぱ制限戦戦ってるオーナーさんにしてもこのフリットの存在はでかいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあただこれ多分上位今後どんどん出てくるんで、上位というかこういうレーン特徴どんどん出てくると思うので、相手のデバフ、ただまあこのピンポイントで DMF ってところがやっぱでかいかなとは思うんで、はい、これ強いよな。はい、個人的にはフリットファンバステンはやっぱ史上最高数値で最高のセンターフォワードですけど、代わりは効くと思うんですよ。別にさっきも言いましたけど、レコバとかルイコスタ、デルピエロ、フリット代わりは効かないですよね。このレーン特徴は、このレーン特徴はもうフリットしかいないんで、こっちの方が僕的には足りかな、フリット。はい、続いてこちら、クールニッチ、ボスニアヘルツェゴビナですね。なんでバンディエラがクールニッチなのかよくわかりませんが、まあ僕はユベンティーノなんでどうでもいいですけど、エースミラノ誇りということで、まさかのガッツーゾ、旧ガッツーゾの上位版来ましたね。で、これ結構でかいです。やっぱりカウンター選手全員にショーアップかかってくるというのはかなり大きい。はい。はい、で、さらにエースミラノの全ての能力をチューアップするというバンディエラを持ってますと、まあ、この外れ枠にねバンディエラつけてくるのやめてくれないかな、本当に。なんでかっていうと、5突しない選手ばっかりバンディエラ持ってくると、リミテッドマッチの時にすごい困るんですよね、バンディエラつけられなくて。星5選手そこで使いたくないんで、5突してないし。まあいいや。はい、で、騎士道ですね。リコイルボーの、騎士道でオフェンス能力ダイアップ、マークチューアップ、リコイルボーで、マークシュートダイアップ、ブローニーロング、ブローニーロングはめちゃくちゃ強いです。相手ゴールキーパースタミナダイダウン、味方フォワード選手全員のスタミナ紹介、副自身シュートパワー特大アップ。やっぱりロングシュートっていうところでシュートパワー、僕の中ではミドルレンジのシュートはシュートと精神力が重要で、ロングレンジだとシュートとパワーが重要だと僕は思ってるんで、そういう意味でこの2つが特大アップするということで決定力も上がるし、このブローニーロングっていうのはすごく強いと思いますが、クルニッチ自体は作る価値はないかなというふうに思います。さっきも言ったように、この位置オフェンスバリエーションも効いてくると、たくさんカウンターだとタレントがいますので、クルニッチの出番はないのかなというふうに思いますね。はい、ただバンディエラなんで、まあ1体は確保しておきたいですよねっていうところですね。はい、続いてバカ横ですね。はい、この選手はですね、今回のガチャの1番の大外れ枠でございます。まずは、このアニバーサリー系と言ってるのに ABBC ということで、まあ、まずステータスが足りないっていうところで、もう一つ大きな点としては、運営さんなんでなんですかと思いますが、今回ですねバカ横がセントラルミッドフィルダー系統で来ていて、でもう一人この後説明しますけども、隣がインサイドハーフで来てるんですよ。で2ボランチ新監督使うんですけど、1ボランチはレジスタ指定があります。つまりバカ横か隣どっちかしか使えません。なんでどっちも当たったらどっちかは使えないんですよね。
ってなってくるとバカ横の方が数値も低いし、スキルもまあそこまで、特殊なスキルではないですので、まあちょっとこれは明らかな外れ枠かなというふうに思いますね。まあせめてどっちかレジスタにしといてくれればなとは思いますが、まあ長くやってる方だとやっぱガットゥーゾ持ってると思うので、カウンターだと。なんでまあガットゥーゾ一人決定だとするともうレジスタしかいないっていうことで、もうこのバカ横は入る隙はないと。でさらにプレディクトマークもそこまでね、そこまで欲しいと思うスキルではないので、完全なる外れ枠ですね。で 6% の外れ枠なんてえげつないですよね。やっと 6% という厳しい確率を引き当ててバカ横が出たらちょっと辛すぎる、うん、ここまでの外れ枠を作る必要があったのかと 6% に、僕はすごくそこは謎ですね。はい、続いてトナーリですね。はい、サンドロトナーリ、つい最近まで戦術別ガチャにもいましたよね、この選手で。その戦術別ではレジスタじゃなかったっけ、ちょっと作ってないからなんともあれですけど、多分レジスタとかだったと思うんですよ。ピルロが出てちょっと経った後ぐらいに出てきた時の隣なのかな、まあいいや。でこれもさっき言ったみたいに、やっぱレジスタ指定があってもうワンボランチってなってくると、本当隣もですね、ガットゥーゾ持ってるオーナーさんからすると絶対使わないですよね。絶対ガットゥーゾですよね、どう考えてもってなってくるんで、トナーリは強いんですよ。 AABB ですし、まあ数値のバランスも、インサイドハーフでまあ悪くはないですし、タフネスファイターも強いですよ。これ鉄人ですからね。怪我しにくくなり、スタミナが減っても能力が落ちにくくなり、さらにディフェンス能力ダイアップっていう結構強烈な、特徴もついてますし、迎撃、パスタックル、ダイアップ、パスカット、チューアップ、スティール&フィードで、デスパレートタックルですね。これめちゃくちゃ強いんですよ、デスパレートタックル。一定時間タックル特大アップし、1人のシュート、ドリブル、特大ダウン、スタミナ大ダウンっていうね、もう完全に、機能させなくするっていうデスパレートタックルを持っていると。モールテンフィードも強いですし、これね悪くないんですよね。悪くないですけど使う場所がない。なんでこれレジスタにしなかった、別レジスタでよくない、これならパスあってさ、守備できてさ。ほんと運営さん、これだけは言う、なんかしっくりこないわ。インサイドハーフ系統とね、レジスタがいないで、ガッツーゾ使うってなるとこの隣も外れ枠になっちゃうのかな。ガッツーゾ持ってない人だったらこれは全然作ってもレジスタと並べる。でもさ、レジスタと並べるんだったらやっぱりガッツーゾぐらいしっかり守備ができる選手を置きたいよねってなったら、まあでかなり劣化はするけど、バカ横の方がまだ相性はいいのかな、レジスタとの。いやそんなことないか、えドリブルなの、もうちょっと論外だな。いやーこれないな。まあバカ横は大外れ枠、隣はまあデスパレートタックルがあるから OK って感じかな。でも多分作る人はあんまりいないから、このガチャはやっぱこの2人に偏ると辛いものがある。あとクルニッチか、偏ると辛いものがありますね。はい、続いてネスタ行きましょう。さあアレッサンドロネスタ早くも登場ということで、前回のイタリアリーグスターズのメインだったんですよね、ネスタ。それがもう来たということで、しかもこの連続で来るのって初めてなんですよ多分。要はカウンターの監督の上位監督が来て、そのガチャが来た時に1個前のその監督で出てたメインの選手がもう1回復刻するってのはこれ多分初めてです。なんでもちろんですけど、最近のそのイタリアリーグスターズからやってる方はネスタ持ってる方もいると思うので、まあここは重ねて上位版というかね、新バージョンのネスタにしていく。ただまあアルチカバーリングで、最近カバーリングの強い選手ってそんないないんですよね。誰かいたっけな、キャンベルとかだったっけ。なんでまあそうですね、あのネスタも取っておきたいけど、でもこっちのネスタが強烈ですね。
SABB で、さらにはもうオールディフェンス能力に振っていて、はい、来た新キーマン特徴のディフェンスキーマン特徴ということで、今回のアップデートからディフェンスキーマンが設定できるようになっております。設定しておかないと空欄になってしまっているので、そこをちゃんと設定しに行ってほしいんですけど、唯一ですね、今だとこのネスタディフェンスキーマンに設定することで、センターバック右左のサイドバック、要はディフェンダーでカウンターが得意戦術の選手のパス、パスカットダイアップ、パスカットスキル発動率ダイアップがつくということです。まあでも嬉しいか。もちろんタックルとかマークだったらもっと嬉しいけど、まあまあまあでも十分か。でも今後多分だからここがもっと強いマークとかタックルとかのディフェンスキーマー出てくるんでしょうね。うん。で、カゲロ、パスとタックル特大アップで、パスカット大アップ、ディフェンスマスター、ディフェンス能力すべて大アップ、ボールサプレッサー、タックルとマークスキル発動率大アップ、特大アップで、タングルのマーク、マークスキル最強ですね、ナンバーワンのタングルのマーク持ってます。ディフェンダー選手スタミナ小を回復し、マークが特大アップし、相手フォワード選手全員のシュート精神力大ダウン、もう圧倒的に決定力を落とします。これ強いですね。はい。で、ランク A のデスパレートタックル、一定時間タックル大アップし、対象選手1人のシュートドリブル大ダウン、スタミナ中ダウン、強い。ランク A だけど十分強い。強いねこれ。やば、タックルとマーク果てしないな。なあ、パワー高い、ありがたい。いや強いねこれ。しかも SABB なのに総合値 12,909 もあるの。そっか、シーズンがあれか、これ全体的に高いもんね。だからシーズン22、あ、そうそうそう、今回星4選手もシーズン22これ出てるんですよ。22、これこれこれ、ウンダフとかこれね、6449。ちなみにこの選手だと、はい、6900、ん6900、ん、弱い。え、なんで、え、弱くなってる。え、なんで、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでなんでなんで、 BCDE だよね。え、なんで弱くなってんの。え、ちょっと謎。え、どういうことどういうこと。これ普通シーズンが新しくなると強くなるんですよ。ほら、そう、え、そうだよね。このワトキンス、ペドロ、イグレシアスって唯一の21-22シーズン、なぜかこの21-22シーズンの選手ってフォワードだとこの3人しか出てこなかったんですよ、星4で。で、この辺が圧倒的にステータスが高いんですよ。7500とかで、まあ5600高いんですよね、前のシーズンより。え、なんで22-23になったんで、このワトキンスとかイグレシアスよりもさらに5600高くなった、8000とかいくと思いきや、めっちゃ弱くなってる。え、どういうこと、え、どういうこと、え、運営さん、これ不具合、めっちゃ弱くなってるけど、どういうこと、え、前のシーズンより弱いどころか、その前のシーズンより弱いんだけど、どういうこと、ちょっと謎、すいません、ここちょっと間違いじゃないの、運営さん。ものすごい話がそれた、すいません、びっくりした、びっくりした。なんでそんなことが起きるの。ちょっと分かる方いたらコメント欄にコメントお願いします。制限戦の方とかの方が詳しいかもしれない。
なんで星4選手こんな弱くなってるの新シーズン。まあいいや。はい、ライカールト行きましょう。はい、フランク・ライカールト選手、今回は、センターバックのみですね。センターバックのみ、チェントラーレ系統で来ております。でまずはステータス出た。 SSABSSAB ということで、もうやばいでしょこれ多分。でもそんなに、でも強いね。パスがめっちゃ高いんだ。そっか、 S1 個パスだからか。なるほどね。いやでもこれ強いね。ディフェンス、タックル、パスカット、マーク全部圧倒的数値だわ。これ強いわ。それでパスもこんだけ高くて、でパス特大アップ、高いところね。ディフェンス能力こんだけ上がってるところをダイアップか。 S ステが乗っかってる4つのところを特大アップとダイアップで、正誤者ファウルしにくくなり、さらにディフェンス能力ダイアップ強っ。インターセプター特大アップ、まあのみか。これは SSAB 強いね。で新スキルドミネートパスカット、味方ディフェンダー選手全員のスタミナが中回復、でかっ、やば、中回復はでかいっすよ。で一定時間自身のパスカットとパスが特大アップ、一定時間自身のパスカットとパス特大アップ強っ。相手フォワード選手全員のパスが特大ダウン、なるほどね。これ強いわ。これは考えうる最強のパスカットじゃないかな。まず回復がついてるっていう時点でこれすごく強い。でパスカット、パス特大アップが一定時間でしょ。で意外とパスカットの重要性って、パスカットした後ちゃんと攻撃展開できるかが重要なんですよね。パス数値が圧倒的に低いボランチとかディフェンダーってパスカットした後のパスをパスカットされるんで、なんでここパスカットされた後、パスカットされないようにパスがさらに特大アップされてるっていうのはすごく嬉しい。さらにはフォワード選手全員でパスが特大ダウン、ん？なぜ？って思う方もいるかもしれませんけど、要はパスカットが成功するかどうかっていうのは相手のパス成功値によるので、フォワードのパスの特大ダウンがついてる時点で、フォワードのパスのパスカット成功率がドミネートパスカットは圧倒的に高いんですよこれ。しかも特大ダウンですからね。これだから発動したらほぼ間違いなくパスカット成功するでしょう。特にこのライカールトの能力をもってすれば強い。これやばい。これね、ファーストスキルがパスカットだからえって一瞬思いましたけど、このレベルのパスカットは別でよ。これは強いよ。ちょっとぶっ壊れに近いんじゃないこのパスカット。黄金の、手中、変わるのはパスカット、パスが超特大と相手のパスが超特大ダウンか。強いよこれ、強いね。まあ、ワントップ相手にだとちょっと弱いけど、そうワントップ相手だと一気にかかってくるデバフが一体になっちゃうんで、まあ、それでも弱くないか。だってこのフォワード選手全員のパス特大ダウンがなかったとしても強いもんね。モリモリだな、ドミネートパスカット。いやこれ強いな。これはちょっと大量に欲しいかも。ドミネートパスカット配りたいね。え、ライカールト鼻の色おかしくね。なんか鼻のこういう選手なの、鼻のてっぺんがネズミ色なんですけど大丈夫ですか。なんでだ、まあいいや。いやー強いね。こう見ていくとやっぱ強いね。アウロラフィード、まあいいか。いやーこれ強いな。チェントラル系統だしな。チェントラル系統は僕の中でディフェンダー最強だと思ってます。超強いです、チェントラル。マカンダバーロしか見てないですけど、このライカールと面白い、強いっすよこのドミネートは。うん、これ多分想像以上に強いと思います。いや結構パスカット成功率って低いんです。結構パスカットってそんな発動しても取りきれないんですよね。でもこれなら取れそう、強い。まあ特にね、パスバフがある監督相手だったりすると結構きついんですけど、これ強いわ。はい、ライカールト強いですね。最後メニャン、
いやこれメニアンも出たばかりです。イタリアリーグスターズなんですごいな。えメニアンとこれも作ったばっかりですもんね。うん、マイクメニアン、キングオブゴールキーパーね、もう当たり前のように出してきますね。はい、ゴールキーパー能力全部特大アップ強、守護神の配球、パスセービング特大アップ強、シャット&デプロイ、セービングスキル、ロングパススキル発力特大アップ、シャイニーセーブ強いですよ、自身スタミナ中回復もうこの時点で強い、一定時間セービング精神力超特大アップ強い、相手フォワード選手全員のドリブル大ダウン、これがね前の時から言ってますけどちょっとよくわかんないですよね、そのどういうことみたいなね、ドリブル大ダウンっていう、打たれた時点でねもう球離れてますからね、どうなんだろうっていうところはありますが、まあ次からの次からのっていうところですね、次からの相手の攻撃の時にドリブルがうまくいかなくなってきますよっていうところですね。で5突すると、まあ、極大アップになるっていうところとドリブルが特大ダウン、そこぐらいか。もう当然強いよね、 S セービング A セービング B セービング、あゴールキーパーステータスアップがこれだけしかない、うわー、ハイボール飛び出しは基礎捨てのみ1800、なるほど、で2400の5、6000オーバー、あーこれ高いね、これ強いな、セービング、まあセービングと精神力がこれだけあればもう十分、それでもちょっと安心感はあるかな。あとはまあ飛び出しのところとかはちょっとアクセとかで持ってあげてっていう感じかな、スピードもあるしパワーもまあまあギリか、まあ強いねこれね、セービングがまあだからバック上げするって感じか、まあそうね、もうちょっとできればそうですね、このパス SB のね、まあ、せめて B の方が飛び出しとかだったらな、ハイボールとかねっていうところはありますが、まあでも十分強いでしょう。でもこの流れでいうと SSSS のゴールキーパーとかも出てくるってことですからね、これは強いですよ、強いですけど、まあ、ドンナルンマとかブッフォンとか未だに別に強いですからね、あえてこっちに変えていく必要はないかなとは思いますね。まあまあ出たら作っていってもっていう感じじゃないですかね。でまあはい、総合トータルで言うとこれ8、9名でしょ。で、ハズレがバカ横隣で、まあ隣、まあハズレでいいか。いや確かにデスパレートタックル強いけど 6% のこのガチャ追いかけてね、そういうことじゃないですもんね。ってなってくると大当たりが、フリット、フリット、ライカールト、ネスタ、フリット、ネスタ、ライカールト、ここが大当たりかな。でファンバステン、イブラヒモビッチ、まあ、心に関して言うと代わりがいるってところですよね、やっぱ強いセンターフォワードいくらでもカウンターいるっていうところで言うと、まあまあまあっていうところで、フリットはやっぱこのレーン特徴は代わりがいない、でネスタもこのキーマン特徴ですよね、これも代わりがいない、でライカールトはちょっとぶっ飛んでる、数値もぶっ飛んでるけどこのパスカットがぶっ飛んでるっていうところ、まあ、これこのパスカットはかなりやばいと僕はもう見てます。なんで当たりはそこかな、フリット、ネスタ、ライカールトで、ファンバステン、イブラって感じかな。いずれにしてもこれ 6% きついでしょう。何いいよ、ちょっと待ってね、ピッコロ珍しいな、ピッコロやりたい、いいけどピッコロやって、悟空ピッコロがいいんだ。はい、ということで、この辺で考察を終わりたいと思います。さすがにやっぱ9人は多いですね、ちょっと酸欠です。はい、なんでちょっとこの柄
ガチャはね、100連はやれる人はやった方がいいです。やれる人はやった方がいいです。はい。で、1個前の動画でも話したように、監督ですね。やっぱ要はさっき監督作るかどうかってところも重要になってくると思います。で、まあそうですね、さっき監督強いんでしょうね、まあ、弱いはずはないんで。ただまあイタリアリーグスターズ染めでもいいですし、サンジクリックでもまだ強いですし、まあ、チョーニもまだ強いですし、っていうところで言うと、カウンターに関して言うとそこまでまあずば抜けた監督っていうわけではないと思うので、なんで今作ってるイタリアリーグスターズにじゃあフリット入れようか、ライカールト入れようか、でネスタを新バージョンにしようか、新バージョンにするとイタリアリーグスターズの 2% はなくなりますけど、でもやっぱり、このねディフェンスキーマン特徴とかも強いと思うんで、そうですね、だから今のカウンターを出た選手を使って強化していくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。あの監督、さっき監督作ろうと思ったら、こんなの100連200連300連じゃ話にならないですよ。これ全部ちゃんと作って、イブラもごとつ、ファンバステンもごとつ、フリットもごとつ、ネスタごとつ、ライカルトごとつ、メニアンごとつって考えると、まあそうですね、300は絶対で、400かな。まああとは引きですよね。バカ横に偏ればそれはどんどん伸びちゃうしっていう感じですね。はい、ということで 4.5 周年の考察、この辺で終わりたいと思います。皆様のところにいい選手が出るように祈っております。それではまた。